はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回はこちら、ナルコでやっていきたいと思います。ということでね、今回はですね、こちら、超2歳特別編、聞いていこうかなと思います。CM 放送記念のやつですね。で、今回は、対象がね、このオビトがね、追加されたということで、超2歳限定、それモンストだったね。で、イズナもね、限定ではないんだけど、追加。で、このサスケ、キリンサスケがめっちゃ強いらしいです、星6で。めっちゃ強いのでちょっと星6サスケ欲しいです。まあこのイタチはねちょっといらないかな、キリンサスケの横のイタチはちょっともう2体持ってるんでいらないかなっていう、あとコロクサスケももう1体でいいかなっていうところあるんで、まあもういらないかなっていう感じ。まあ一番はキリンサスケが欲しいかなと思います。あとはオビトとかもね、まあまあ今後強くなると思うので欲しいですね。でまずね、最初チケットガチャ引きます、6連ね。で、内容は、こちらですね。まあ、超人数限定のね、まあ、キャラも入ってるので、まあ、超人数限定狙って引きたいと思います。まあまあまあ、でも、結構ね、出にくいとは思うので、まあ一応星5が絶対出るっていうだけでね、まあいいかなと思います。はい、ということで、6連引きましょう。個人ポイントはね、10万までちゃんとやったんですけどね。結構累計みんなでやるやつでね、あんまりチケット最後までゲットできてなかったんでね、まあ6枚ですけど、あれ最後までできてたら10枚なんでね。キサメ1枚目、サソリ、まあ出ないだろ、そんな出んでしょさすがに。はい、コナン、まあこれは普通のやつだよね確か。ああ、キサメね。はい、またキサメ、キサメ多いな。あーペインね。はい、という感じで、まあ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 、これが普通なのかなと思います。まあ超2歳限定出た方はね、おめでとうございます。いやーマジでね、出ないでしょこれはさすがに。でこれそういえば言うの忘れてたんですけど、後付けでございます。またねマイクの調子が悪くて入ってなかったので後付けです。でこれ初回15個で引けるんで、はい、来ましたね。はい、週末の谷来ました。これマジでキリンサスケ、ね、欲しいっす。本当にめっちゃ欲しいキリンサスケ、まあ、最悪オビットとかでもまあありかなと思います。さあお願いします。この好機を逃すな、好機を逃すな。これかい、これかい、3枚目だよっていうね。いやーマジこれのリアクションね、普通になんで取れてなかったんだっていうね。またほんと最近マイクの不調が多いっす。でもあるある、ここ確定のところ、まあ猿とね。いやマジでね、あのナルト3枚目なんだよ。あのナルトがね対象に入ってるっていうのは見てなかったんで、もう確実に結構いい確率でキリンサスケ出るんじゃないかなって本当に期待してたら、結局ナルトっていうね。いやー辛い。はい、メイね。で、星5率はいいんだよ。D ね。まあ、そんなね。星5率良くてもね、結局は限定がやっぱないとね。っていうところあるんで。はい。まあ、こんな感じです。まあ、一応、出たんで、まだいいかなと。でもね、ちょっとね、このナルト3枚だとね、リングがね、ちょっと足りないんですよね。固有リングが。このナルトにつける。2枚までならね、まあある程度あるんだけど、3枚目ってなるとね、リングがちょっと足りないんで、まあでも一応人狼レベル上げるために合成するとかはしないで、一応3体目として取っておこうかなと思います。はい、ということでね、まあ15個で、まああのナルト出たんだったらね、全然ありかなと思います。でこれね、対象入ってたんかいってこう見てるところですね。いやーマジ入ってたんかっていうね。なんでこん中にナルトが入ってるっていう、このウチハでこう囲まれてる中でなんでナルト入れたっていう。いやーマジこのサスケ欲しいんだよね。次回動画出しますけど、このキリンの威力を見ていただきたい。めっちゃ強い。まあ、いつになるか分かんない。多分この動画上がった数時間後には多分上がると思うんだけど、
めっちゃ強いから、キリンのサスケが。ぜひぜひ見てみてください。まあね、それ見たら使ってみたりもね、いいんじゃないかなと思います。でこっちもね、もしかしたら引くかもしれないですけど、うん、まだわかんないですね。こっち、うん、ポイントはちょっと危なかったらこっち引くかもしれないけど、まあでもやっぱ超人差引きたいので、こっちのね、まあ一応こっちを引く予定ではあります。はい、ということでね、またマイクの不調でね、ちょっと後付けになってしまい申し訳ございません。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで、以上たくみでした。じゃあね。